ディンフィア IA38 ナランヘロディンフィア IA38 ナランヘロは1960年代のアルゼンチンでライマール・ホルテン指導のもとナチスドイツのホルテンホエートプロジェクトを基礎にしてディンフィアで製造された4発の全翼輸送機の実験機である。離陸滑走中の IA38IA38 IA はライマール・ホルテンの研究を基礎にした無病翼の実験的な貨物輸送機である。 本機は、胴体が、翼部構造に組み込まれた全金属、剣翼配置の単葉交代翼機であり、尾翼を持たずに上下方向をコントロールする動翼は、主翼の先端近くにあった。硬着装置は引き込み式の首輪式で、主翼に装着した4機の IA-16、エルガウチョ製型エンジンで、主翼公園の推進式プロペラを駆動していた。2名分の操縦席は、主翼の前園に位置し、 主翼とその下に配置された貨物室には後部の貨物ドアを使用して 6100kg が搭載可能であった。試作機は1959年に完成していたがエンジンの冷却系の問題で初飛行は1960年12月9日に行われた。開発プロジェクトはこの後間もなくキャンセルされた。出展、ジェーンズ・オール・ザ・ワールズ・エアクラフト1961 62、ありがとうございます。